こんにちは、プロスパジャパンです。今日はですね、こちらオリンパスです。オリンパスのこのフィルムカメラになります。電池はですね、一応この炭酸を使うんですが、フラッシュがつきません、これは。商品説明にも記載があるんですが、フラッシュの方がですね、はい、電池入れました。これフラッシュ、ボタン下下げるとですね、動きます。あ、でも金属音してますね。前一回です。あ、光るかもしれないですね。前ちょっと僕整備したんですよ、自分で。もともとその、購入したのがですね、フラッシュがつかない買ったんですね。で、もしかしたら治るかなと思って。以前ちょっと自分で、メンテナンスしてやった時ダメだったんですよ。で、中きれいにして、接点部分の方かな。どこ行ったかな、接点。この辺使ったんだな。掃除してこの辺使ったんですね。で、今でもちょっとランプがつくんですよ、これ。ちょっと見えんかな。前つかなかったんですけど。やっぱダメですね。フラッシュはつかないんですよ。前ここもつかなかったんですけどね、フラッシュは。もしかしたら玉切れかもしれないですね。はい。でも通電するようになりましたね、フラッシュ。もしかしたら中の玉を変えないといけないかもしれないけど、もう玉もないので、はい。現状ですね。現状品のカメラなので、あんまり少ないと思うんですよ。このオリンパスのペンのですね、EF というモデルで、もう全体的にこれもプラスチックです。はい、でもそんなひどい傷とかもないんです。で、それがあったので僕が買ったんですけどね。撮影ちょっとできなかったですけど、これに関して。一緒ですね、オリンパスのね。こう、蓋開けるとですね、トリップ35とか、ペンの E3 とかと同じですね、形状としては。モルトの部分はですね、もう現状でもこのままで多分いけると思います。はい。問題ないと思います。このレベルである。ただ、フラッシュがつかないので、フラッシュで、夜撮るのは難しいですけど、日中であれば大丈夫ですね。撮影するポイントを自分で考えて撮ればですね、問題ないです。見えるかな。なので電池を外しちゃいますね。ちょっと。いけるかなと思いましたけど、ダメでしたね。はい、じゃあ今日出荷しますので、現状品のカメラです。フラッシュはつきません。作動には問題ないです。はい、よろしくお願いします。